とは、中国の伝統感覚器の一つで、粘土や陶磁で作られたベッセルフルートのこと。土笛の一種。八音では、土に属する。中国では、陶器製のものを、陶と言い、他にも材質によって、石器製の石、磁器製の石、重骨製の骨、漆器製の漆、貝殻製の貝などがある。朝鮮半島には、から派生した糞がある。日本では、 同じタイプの陶器の楽器は、土笛と呼ばれ、の軸も、土笛である。大きさは様々だが、形状は卵型である。大きいものは低い音が出る。現在の代表的なものでは、一番上に吹き穴があり、指穴は、通常吹き穴より小さいものが8つあり、両手の人差し指、中指、薬指、親指で押さえる。起源は、狩猟の際に獲物を呼び寄せたり、 反応を探るために使った感覚器と考えられている。骨で作る感情の呼び笛を骨章といい陶器製の陶症も作られるようになった。中国石膏省のカボド文化や河南省の行症文化の新石器時代遺跡から吹き穴だけの陶器の感覚器が出土しており、音色からこのような用途であると考えられる。夏夜には指穴二つのものがあり、 音が4種出せたと伝えられている。陰台には陶器、石、骨で作られ、多くは底が平らな卵型に作られている。戦国時代には指穴4つになり、多くは平底乱形となった。関代の自我の記述からも陶器製で大きさは大きいものでは、ガチョウの卵ほどで上部は尖り、底は平らで、はかりの重りのような形で、 穴が6つあり、小さいものでは経卵ほどの大きさであったことがわかる。多くの音が出せるようになったことから、旗、菅以降は、主に宮廷音楽に用いられるようになった。その後廃れたが、1970年代以降、出土された楽器から、再び注目されるようになり、新たに作成されたり、演奏が行われるようになった。現代のものでは、穴が増やされ、 7個から10個の指穴が開けられている。焦土ためゆき、大女菓子、栄紙平底、形女はかりおもり、六甲、小物女取り子、ありがとうございます。